バソ島は中華民国福建省連行兼に属する諸島。中華人民共和国は福建省連行兼バソ里に属すると主張している。名はマソに由来する。別称はバソ列島。中国大陸に近接しており、台湾島からは114里離れている。実行統治しているのは中華民国であり、大陸側を統治する。 中華人民共和国とは異なる国家により統治されている。金門法選での中華人民共和国側の撤退以降は国際法上の別領域であり、台湾海峡問題で非常に緊迫した海域に立地している。南沢を北沢を東京西京東引島、隙島、高登り、大、小、及びその他の小島からなる。行政的には、 南佐尾橋、北佐尾橋、巨光号、東印号に分かれる。内巨光座とは旧長楽県の一部、他の島々は旧連合圏の一部であった。場所の連合県政府庁舎は南佐尾島の南佐尾、豪海樹村にあり、ここが場所の中心地となっている。中華民国政府はこの島を長く軍事拠点としてきたが、 台湾海峡間の軍事的緊張の緩和により、現在は中華人民共和国側の国民も渡航を許可されている。また、小三通政策により、中華人民共和国との交易が活発化した。現在も中華民国の施政下に置かれ、バソ島の連行県政府は観光事業を展開している。2017年は大陸から24万人。 台湾本土から180万人の観光客が訪れた。携帯電話の取扱いについて、バソと対岸の中華人民共和国福立省とは、地理的に極端に近いことと、中華民国と同様の GSM を採用していることから、国際ローミングサービスを受けている中華民国国内の携帯電話では、近門島ほど強くはないが中華人民共和国側の、 電波を捉えることがある。例えば、中華民国国内からの電話がかかってきた場合でも、もし、中華人民共和国側の電波を捉えたまま電話に出てしまうと、国際電話となる。逆にその状態で電話をかける場合、電話番号の前にカントリーコードが必要となる。ありがとうございます。